こんにちは、ぷよぷよプレイヤーのテマと申します。本日のぷよ講座では連鎖のやり方についてお教えします。よろしくお願いします。ぷよぷよの攻撃方法は2つあります。1つは前回の講座でお教えした色を集めて消すこと、そしてもう1つが連鎖をすることです。コンボですね。例えば赤ぷよを消したときにぷよぷよが4個消えますね。そしたら上からぷよぷよが落っこってくる。その落っこってきたぷよぷよによってぷよが消えることを連鎖と言います。コンピューター対戦をしながら説明いたしますね。私の画面は左側の水色、相手のコンピューターは右側の赤い画面です。動画では私の方左側をご覧ください。今左側に注目してください。青のぷよぷよを消すと次に紫が消えるんです。これを連鎖と言います。えい、ファイヤー。何？ちなみに今ここに緑ぷよがいっぱい集まってますよね。で、緑ぷよを消すじゃないですか。そして次のぷよぷよで紫を消す。これは2回連続でぷよぷよを消しているんですけれども連鎖ではありません。あくまでも落っこってきたぷよぷよを使って消すことを連鎖と言います。もう1回2連鎖打ってみましょう。こういうことです。2連鎖と出るので分かりやすいですね。これから連鎖のやり方を簡単に説明します。まず、色を3つ集めます。左側、青3つあるんですけど、ここで青を消すと1連鎖ができますね。でも、こうひょっと、ちょっと待ってください。この色を、あえて消さずに、別の色を挟んでみましょう。今、青いぷよぷよが、紫で囲まれてるサンドイッチ状態になってるの分かりますか？紫の上に青ぷよが乗っかっている状態です。この状態で紫を消してみます。えい、これが2連鎖です。相手に送るお邪魔ぷよも1連鎖の時よりも多く消えているのが分かりますかね。ぷよぷよの動画を検索するとすごい速さで10連鎖とか12連鎖をしている動画が見つかるんですけど、実は10連鎖も今のぷよを挟む基本動作を繰り返して作られてるんですよ。じゃあもう一回連鎖をしてみましょう。今紫が3個集まってる状態なんですけれども、これまあ今すぐ消してもいいんですが、これを消さないで青ぷよの上に紫を置きます。そして青を消すと2連鎖ができます。スイスイ、お、ラッキー3連鎖やったー、勝ったー。2連鎖のやり方を覚えたての人はぷよぷよの勝負が始まってフィールドが真っ白な状態ならできても、相手の攻撃が来てフィールドがごちゃごちゃになるとパニックになって2連鎖が作れなくなってしまうかもしれません。ぷよぷよは冷静になることが一番大事なので、その時は無理に連鎖を作らなくていいです。4個消しでいいので、とりあえず消えそうなぷよを消して、自分のフィールドを少しだけ楽にしてみましょう。以上です。ご視聴ありがとうございました。